これ配信で気づいてる人おった？とか前回 YouTube の動画でガチ君のこのハシャコスについての動画上げたんだけど、ここに来て僕のアカウントにこのハシャコスのオリジナル、この時点でもう分かると思うんだけど、まず名前がガチ君って書いてある。俺のだけ、まあこっからはもう違うんだけど、この CPT2018 年優勝って書いてあって、こっちは CPT2019 年だよね。でここだけで見るんだったらこのガチ君っていうねとこがもう違うんですよ。本来の皆さんが使ってるやつはラシードって書いてあって、こっちには背中にガチ君って書いてあるんですよ。ここでね、まあ、まずこの後ろにこうしゃがみチューパーにと分かるんだけど、後ろにガチ君って書いてあるんですよ、背中に。本来こうラシードって書いてあるんですけど、ちょっとね分かりづらいかもしれないんだけど、指輪しとんですわ。なんと左手の薬指にこれ指輪しとって、でもっと言うとこれ脱衣コスなんですけど、左耳にピアスしとんですよ。これ本来のあの大人気コスだったらしてないんですけど、オリジナルのやつだけそういう仕様になっとって、専用ガチコスはこれカプコンさんにお願いして自分のアカウントに付与してもらいました。この権限もったいないじゃん。だって本来はプレステ4でしか使えんのんじゃけど、なんとねできた瞬間に PC 版に移行が始まりまして、3、4年ぐらい見ることがなかったんですけど、でこれねもっと分かりやすいので言うんだったら、多分ランク増して勝った時の画面を見せた方が分かりやすい。でこれメナとかアイドムとか今までの歴代のカプコンカップ優勝者の人もコスチューム作っとると思うんですけど、多分アイドムとかメナも自分のオリジナルのやつだけなんか入ってます。だからメナはねここに反り込みが入っとんかな、なんか各々1個2個ぐらいなんかねワンポイントだって、ガチ君って名前が入っとんすよ、ユニフォームに。本来は入ってないんですけど、これ柳くんじゃない、これ柳くん、柳かい、か勝たせろ。ラウンド1ファイト、勝たせてください。今これそう脱衣しとんで、これで勝てば見れる、あのあれが指輪が、指輪とピアスが。なんでここは何としてでも勝たんと、しかも対戦相手柳、とりあえずあの勝ちに行きます。 OK、 まずはいいっすか、やます勝てば。 PS4 だけだったんですけど、そうこれはこちらのアカウントに付与してもらいました。やっぱねもったいないんですよね、その水派の朱雀コスとか時代さんの白子コスとかあるじゃないですか、ゆかさんのやつも、まあ、ナッシュだけど、あれはあれやっぱね絶対使えた方がいいんすよ。なかなかそのコスチュームのさあのないじゃないですか、そういうのオリジナル、オリジナルというかね、自分専用の服とかだけもったいないなと思って、最後まで来た、見とってよ。ほらピアスと、ほらピアス指輪、ほらしとんですね。そうこれ本来してないんですよ、本来はしてない、本来は初段なんじゃけど、ガチ君だけがでしとる。これはハミコさんのために気づいてなかった。俺が脱衣コスで勝っとったら、あのおっとスネのラシードのってアルさんが多分ちょっとね気づいとってくれたかもしれない。
なんかかっこいいよね、こういう方が。いやだ、空気読んでくれた、ありがとうございます。もう一回見ときますか、もう一回見ときますか。はい、こちらがねリング、そしてピアスをしてで名前にガチ君って書いてある、後ろと前にガチ君って書いてある、これがあのオリジナル の, あの衣装ですね。なんでちょっと SFL でちょっと僕これアピールしたいんですけど、脱衣コスでやると負けるっていうジンクスがあってだもんで、ちょっとね今日のシュート戦も一発目出したんですけど負けたんで、そっからもう脱衣せんかったんですよ、怖くて。あの次、忍び戦以降は、ちょっと脱衣でやって、勝つまでやろうかなと思ってます。ただ、あまりにも負けるんだったらもう二度と出しません。二度と脱ぎません。大会中は。はい。あ、で、まあ、あの、これから、コスチュームに注目して、あの、ぜひ、試合見てほしいです。